クルリンバスは愛知県日清市が運営するコミュニティバスである。正式名称は市内巡回バス。公募によってクルリンバスの愛称が付けられた。市役所バス停で待機中のクルリンバス。名鉄バス車両によるダイソー。日清市役所を中心に赤池線、米野儀線、三本儀線、梅森線、五色園線、岩崎線、巡環線の K7 路線が市内を巡回する。12月31日から1月3日を除く毎日運行。平成8年から施行を重ね、平成11年に本格運行を開始。その際、市民公募でクルリンバスと命名。平成18年度には、延べ42万人の利用があり、市民の足として親しまれている。車両は、日の、ポンチョと日の、 レインボーで市が、委託事業者、名鉄バスに対応し運行。日清駅及び米野木駅にて、東郷町巡回バス巡回区、長久手湖線場駅にて、長久手市巡回バス N バス、東名古屋病院バス停にて、名古屋市 A バス観光市 Q1 系統、三木本郷1系統に乗り換えができる。2009年4月1日より、各コースに一部変更があり、また、 中央線が新設される。2016年3月1日よりバスロケーションシステムを導入し、バスの現在位置や遅れ時間などの運行状況がリアルタイムでわかるようになった。中央線は名鉄バスの路線であった長くて古線上駅から赤池駅までが廃止されたための代行路線として、 運行してきたが、2017年4月1日より、名鉄バスの路線に復帰している。2017年4月1日より、現在の路線になった。料金は一乗車200円で、下記の方は無料。いずれも、市内在住が条件。市役所バス停で、降車の際に、乗り継ぎ券を運転手から受領することで、無料で、他のコースへの乗り換えができる。 マナコとかの使用が可能。ただしマイレージポイントはつかない。名鉄バスの定期券、回数券、バスカードは使用できない。循環線のみ一乗車100円で、他のコースへの乗り継ぎ動機は、乗り継ぎ券と100円で降りることができる。また、他のコースから循環への乗り継ぎ同期は、乗り継ぎ券のみで降りることができる。マナコ、または、とか等の交通系、IC カードを使用する場合、 市役所バス停での見乗り替えが可能。タッチする前に乗り継ぎ券を受領する必要がある。2017年4月より一乗車200円になった。ちなみに2017年3月までは一乗車100円だった。100円券12枚綴り1000円の回数券や定期券も販売している。どちらも2017年4月から利用開始。しかし、 高齢者定期券のみを1ヶ月1000円、3ヶ月3000円でクルリンバス社内、にぎわい交流館で販売していた。全線再編が行われた2017年4月から、全路線にロゴマークが設けられた。ありがとうございます。